皆さん、こんばんは。今日もですね、二条駅の歴史ということについてお話をさせていただこうと思います。当初ですね、今回で終わりにしようと思ったんですけれども、こちらの二条駅の歴史っていうのがですね、結構ボリュームがありまして、お話をさせていただくとですね、どうしても1時間ぐらいになってしまうので、あえてですね、あと2回程度でですね、分けてですね、お話をさせていただこうかなと思っております。今回はですね、開業当初から昭和25年ぐらい前のね、お話ということで、続けさせていただきたいと思います。しばしお付き合いの方よろしくお願いいたします。二条駅の概略ですけれども、駅の敷地は約2万7000坪、駅舎は約390坪、ホーム長さは274メートルと記録されています。なぜこういうのね、駅の敷地が大きかったかと言いますと、実はですね、駅の裏側にですね、操車場というか、貨物のね、発着場が広く広がっておったんですね。そういうことで、これだけのね、広い敷地を持っていたということです。二条駅はですね、平安神宮を模したね、左右対称の駅構造を採用しており、2階部分にはですね、本社事務室が設けられていました。当初はですね、すでにも何度もお話しておりますように、レンガ建てのですね、洋風建築で計画されていたんですけれども、二条城が近いということもありですね、日本鉄道の宇都宮駅を参考にですね、計画が変更されました。なおね、現在の京都鉄道博物館に移設する際に、少しスペースの関係上ですね、左右の長さがですね、若干短くなっています。それ以外はですね、オリジナルの姿を保っています。なお、二条駅はですね、日本で2番目に古い現存する駅舎と言われております。最も古いのはですね、北陸本線の長浜駅。こちらのね、駅になります。この、長浜駅、現在使われている長浜駅じゃなくてね、琵琶湖寄りにあるね、石造りの建物です。まずこちらの方の写真の方ですね、当時の二条駅の写真ですね。で、この、中に写っている、これは出発窓口。こちらですね、鉄柱採用した出発って書いてますけども、黒いね、梁っていう柱っていうのはね、これが出発の窓口、ここね、木造ですけども、鉄骨を使ってたというかね、鉄柱を採用してたということでね、和洋折衷というふうにも言われております。こちらがですね、長浜駅ですね。この中に現代長浜鉄道スクエアという名称でね、こういうふうにこの赤い機関車ね、これはマニアの方、鉄道ファンの方はご存知だと思いますけども、北陸本線がですね、開業時にですね、使われたね、電気機関車ですね。こういう感じでね、長浜駅の方は、現在は鉄道スクエアという名前でね、現在、博物館のようになっております。まずですね、二条駅というのはですね、旅客駅というよりも、もちろんね、京都鉄道自体はですね、本社機能を持つね、ターミナル、終着駅でもあったんですけども、実はですね、二条駅というのは、貨物駅としてのですね、性格をね、色濃く持っていたんですね。その辺についてですね、今から少しお話をさせていただこうと思います。これを見ていただくとわかるんですけども、1931年からですね、1931年と言いますと、昭和6年か。昭和6年からですね、だから明治の ちょっと抜けてやってるんですけども、この資料としては昭和6年からですね、1984年、昭和59年ですね、までの、貨物のですね、発着の、記録をですね、グラフにしたものですね。ここでですね、見ていただくとわかるんですけども、発送よりも到着がね、典型的なね、消費地型のね、駅であることがご理解いただけるかなと思います。
この傾向はですね、ここに書いてますように、昭和50年頃ですね、国鉄貨物が衰退するまで、多少ね、時代によっての変化はありましたけども、続くわけですね。ちょっと見ていただきますとね、こう黒いのは石炭ですね。こう石炭で、昭和26年、1951年なんかゴーンと増えて、36年を増え、ね、ちょっと減りましたけども、そこからこの石炭なくなっちゃうんですね。でも石炭がなくなる代わりに今度は石油類っていうのがね、61年ぐらいから徐々に増えてきます。こういうふうにね、実は二条駅というのは貨物駅だったんですね、ある意味ね、旅客駅というよりも。まず二条駅の発展ということで、明治から戦後にかけてということでね、改めて書かせていただきます。概要の方ね、説明させていただきます。まず二条駅というのはですね、まずここに書いてますけども、二条駅というよりもまず京都のね、二条駅の立ち位置っていうかね、二条駅 の、まあ、の場所的な意味合いからね、まずお話をさせていただこうと思うんですけども、まず京都の物流はですね、江戸の中期には高瀬川、京都伏見間のね、恒久的な運河が開通してからですね、大幅に改善されて言われてるんですね。まあ、それまではね、確かにサバ街道とかね、いうふうな感じで若狭湾で取れたサバをですね、徒歩で京都に運んだりしてたんですけども、他にもですね、最初の話したように、西前線なんかで大阪に着いた荷物をですね、陸路を経由して運んでいたと言われたんですね。で、こうした物資をですね、大量にかつ高速に運ぶためにですね、鉄道建設が計画されたということで、さっきね、前回お話ししましたように、舞鶴前のね、鉄道飛行っていう話がまず出たんですよね。で、そこでですね、開業した後ですね、二条駅というのはですね、旅客と貨物を扱うね、駅として開業します。で、先ほど申し上げましたように、広い、ね、敷地があったという話をしましたけれども、駅舎裏側にはですね、ヤードって言ってね、あるいは操車場ですね、が整備され、特に二条駅はですね、国有化後は西陣地区を中心とした洛中北部の物流拠点として重宝されてですね、1930年代には米の到着量は7万トン前後、戦中戦後は減少するものの、1960年代にはですね、再び6万トン台まで回復したというふうにね、書かれて言われております。で、その後はですね、自動車の発達で、貨物輸送がね、減少していくんですけれども、日本食糧倉庫株式会社京都支店およびね、京都府経済農業組合連合会が主要株主でですね、専用線を介してですね、食糧倉庫をね、実は二条駅のすぐ横にですね、設けていました。かつてはね、この食糧倉庫はもう現代解体されてね、大規模マンションになっているんですけども、まあ、それよりですね、二条駅を取り巻いてですね、石油であるとか石炭であるとか、まあ、この今申し上げた通り、食糧の備蓄倉庫とかですね、そういうのがあったんですね。で、まあ、先ほどちょっとちらっと言いましたけども、石炭、石油で今申し上げましたけども、米以外にもですね、石炭の発着も実は非常に多かったんですね。で、石炭はですね、何使ったかっていうと、西陣地区の工場などでね、消費された冬場の暖房器具とかね、まあ、冬場に限らないんですけどね、まあ、使われると、ね、重要な位置を占めてました。で、二条駅の裏にはですね、広大な貯炭場というのが設けられていましてね、そこからですね、消費地に運ばれていたということらしいんですね。その辺をですね、今からお話しさせていただこうと思います。石炭並びに、新炭ですね、薪ですね、が二条駅で積み落ちされ、駅の構内に沿うように燃料問屋がね、当時は軒を並べていましたということです。戦後はですね、エネルギー政策の変換で石炭から石油に変わったことからですね、石炭の消費は激減して、昭和30年までは粉炭などからですね、練炭を製造する会社などがですね、二条駅に隣接するようになりました。この練炭というのはですね、要はここに書いてますように、粉炭といって粉の、石炭の粉ですね、石炭の粉を、固めてですね、燃えやすくしたものなんですね。これを実はですね、蒸気会社なんかに使っとったんですね。でも梅麹機関区、まあ、特急当時引いてましたので、燕港とかね、
そのためのまあ煙が出ないようにということで、その練炭というのをですね、推奨しとったらしいんですね。まあそういうなんで、この練炭というのは、この二条駅のすぐそばのね、そういう工場で作られて、国鉄がまあ大量に購入してですね、梅小路から、まあ、あの梅小路に、二条の駅からですね、梅小路はもちろんですね、あの全国の、まあ、あの機関区にですね、運ばれていったんですね。まあ、ここに書いてますけどね、それであの、あそこね、あのまあちょっとずっと読んでいただいて分かるんですけども、石炭がね、消費が40年ぐらい、除去がどんどん減ってきますんでね、今度はですね、昭和40年代には国鉄と地元企業が出資して、あの石炭の代わりにですね、石油の備蓄基地を建設してですね、同じく引き込み線で、そうタンクをね、タンクまで、運ぶようにするんですね。で、この、逆にその空いた敷地を活用してですね、今度は車が発達してましたのでね、車を運ぶためのね、専用貨車、まあ、空の5000っていうね、まあ、鉄道派の方よくご存知だと思うんですけども、その貨車をですね、積み下ろしできるようなね、設備が整備されてきました。ここはね、ちょっと先ほどレンタの話のことなんで、ちょっとお話をね、脱線させてもらうんですけども、もう現代ね、そのレンタ工場もありません。今はね、自動車教習所になってました。で、ここに書いてますけども、練炭製造会社でですね、蒸気機関車の燃料として使用される練炭を中心にですね、工業用練炭であるとか家庭用練炭の製造も行っていたそうです。石炭をね、こう固めたね、もんで着火が早くてですね、短時間によく燃えるということで、昭和24年1949年にはですね、生産が約11万トン。ということでね、作っていたと言われてます。で、ここに書いてますよね、梅麹の消費が一番多かったんですけども、福知山とか、あと吹田ですね、吹田総社場ですね、今の吹田 JR 貨物のね、そこであるとか、奈良などに石炭の練炭ですね、送られていたというふうに記録されているそうです。でここがですね、先ほどちょっとちらっと申し上げたように、戦後はですね、これも新しい地図のね、ままなんで、よくイメージが、こちらが分かりやすいかなと思ったんですけども、ちょうどこの、今新しくね、ビルとか建ってるあたり、このあたりにですね、石炭業者というか、貯炭業者っていうのは、問屋さんがですね、10社と並んでいたそうです。あとでまた来る地図をね、ご覧いただこうと思ってるんですけども、西陣地区のね、石炭の備蓄基地ということでね、常に石炭が山積みになっていたというふうに言われています。では、ここはね、ちょっとさらっと行かせてもらいます。こういう感じですね。ちょっと出ました。こういうね、駅が、実はここ今駅ここですけども、当時はね、ちょっとこの少し前に、この辺に駅が、この辺というか、今の現代の駅の少し前にね、駅舎がありましてですね、その周りをこう取り囲むようにですね、石炭の問屋さんが並んどったところです。これはもう石炭のね、そのための積み下ろしの線路です。これはですね、まあ、ちょっと当時の昭和34年当時のね、村井潮の記事のスキャンしたものなので、まあ、これはもうそのままさらっと見ておいてくださいというか、特に読んでいただくと結構です。一応こういう、とりあえずですね、ここまで今回ですね、終わらせていただこうと思います。最後までね、お聞きいただきましてありがとうございました。あとですね、また明日ですね、これ以降のお話をですね、させていただこうと思っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。